ショート管理空手道二世会の中島です。今回は組手の立ち方について行いたいと思います。緊急事態が発出されております。練習ができない方大変多いと思います。家でもできるトレーニング方法を行いたいと思います。組手で飛び込んだ時の足です。この時の足をしっかり作りましょう。出した時のこの運動、またはこの時の体勢、両方ともトレーニングになります。10回20回行ってみたり、止めて30秒1分行ってみたり、このような動作を行ってみてください。あともう一つ、一番きつい体勢、足をしっかり踏み出して一番きつい体勢でつく、この体勢をしっかり作ってみてください。一番きつい状態が分かれば後のつきは楽になります。あとこれは左右両方やってください。先ほどやったこのようなこと、左右両方行ってみてください。今回行っていることはとても重要です。意外と回線が上がっていくと膝周りの筋肉が弱くなってきます。やっている選手とやっていない選手で差が出てきます。ついた時にふらついてポイントが取れなかったりする場合があります。なのでしっかり膝周りや太もも、お尻のトレーニングを積んでください。